うまいねこれ。美味しいけどうまいね。いやーうまい。時刻は18時59分。ブログを書いて待っていて、友人の海太郎くんと合流いたしました。いつも一人語りしてるんで、こちら友人の海太郎くんです。はい。二人いると逆に話しづらい感があるんですけど、まあそのうち慣れると思います。こっち面白いよってうろ覚えで裏道来たんですけど、あんまり盛り上がんなくてごめんなさいっていう気持ち。ここはヤウマティです。漫画の賢治でジョニー・ウォンの武漢があるところです。市場見てく、見なくていいね。あ、見てく、はい、じゃあ見ていこうか。はい、はい、じゃあ見ていきましょう。ここは僕も初めて来ました。市場、果物いっぱいあります。あと乗り物、おじちゃん、ドリアンか、これドリアンかい。こっから確実に面白いエリアなので期待してください。まず雑多なものがあって、たまになんかこの屋台エッチなもの売ってたりします。でここら辺は占い屋さんがいっぱいいます。やってもらったことはないんですけど、ここはなんだかわかんないけどいつもカラオケやってます。はい、来ましたよ、繁華街、ナイトマーケット。楽しそうでしょう。どう、楽しそうでしょう。まだ入ってから感想も込めて楽しそうだな。今更ですが、今何をしているかというと、クーロン半島の見どころ、下町的見どころを歩いて散策して案内しています。これ、偽物時計。偽物時計、いいよ。わからない。はい、ダメですか。中国服、うん、買っていけばいいんじゃない。そう、薄手のは一枚欲しい。ここは、ここはあれですよ、ほら、ラジコン屋さんの脇のお店、ここで焼きそば食べよう。今、海太郎くんから無職旅で見た光景とコメントをいただきました。はい、ラジコンを見ながら焼きそばを食べると。お疲れ様でーす。やばい、やっぷんやん。ちょっとつつましいんですけど、瓶ビール1本と焼きそば1皿頼んでシェアして食べます。後でまたヤムチャするので。うまいねこれ。美味しいけどうまいね。いやーうまい。いや本当にね、美味しいの知ってたからここ来たんですけど、美味しいです。美味しいよね。油が体にすごい染みる、褒め言葉で、はい、美味しい、美味しい焼きそば食べたのでラジコン屋さん見学です。派手に驚いてみよう。おお、すごい。ああ、お兄さんクールだ。おお、マジで今の本当に驚いた。すげえ。あんまりかっこよくないけどすげえ。香港は世界各国から人が集まってて、そういうのも面白い。これ左の手前から2番目は、うん、バタコさんに見えるけど違うんですよ。カメラ持ってるね。海太郎くんのリクエストでチョンキンマンション来ました。別に泊まらないんですけど、なんかインドカリー。あ、お腹いっぱいです。インドカリーね。中ちょっと行きます。海太郎くんはチョンキンマンションのごちゃごちゃしたところを見たいというので、泊まるわけじゃないけど、どっか階段から少し上がってみようと思います。海太郎くん、こういうところが見たかったそうです。こういうところどうかしてるぜ。チムサーチョイの地下鉄駅です。おばちゃんなぜか話しかけてきてます。コカ・コーラゼロ買いました。地下鉄乗って、クーロン半島から香港島の方に行きます。地下鉄、ここは香港島のセントラルというエリアで大都会です。ノースポイント行きトラム到着です。お、空いてるし、2階の一番前取れるかも。乗りまーす。よいしょ。オクトパスで乗るよ。あ、帰りだ。帰りか。空いてたからね、2階の一番前乗れそう。よいしょ。おっとっとっと。
ここただの公園なんだけど、うん、週末になると確かあの出稼ぎできてるフィリピンの人たちが確かテクニックしてる場所だったかもしれないし、違うかもしれないし、よく覚えてない。あれがあのなんとか金融中心で、香港で一番高いビルです。2階建てトラムで香港の街を楽しんでいます。どうですか、楽しいでしょう。いいね、だんだん看板増えてきて、だんだん香港らしいなって感じしてきたんじゃないですか。すげえ近いです。手伸ばしたら触れるって。どうですか、香港っぽくて楽しいでしょう。ここら辺はね、新しい繁華街、一番都会的なあたりです。ノースポイントの停留所近くだけど、こっから先が楽しいの。これ朝とか昼間だとお店がね、もっと出てて人が多くてね、なんかここまで来てんのに普通にそこら辺台車が動いたりして面白いの。はい、終点です。トラムの旅面白かったですか。堪能しましたね。よかったよかった、そんなわけでノースポイント地区到着です。予約していた宿に向かいます。この辺りのどっかだったと思うんで、なんかね、来たら思い出すかなと思って、ここじゃないと思う。ハロー。そうそう、これね、上に行くボタンがないので、うん、1回下を押して1階に行ってまた上り直さないといけないというエレベーターです。いいね。はい、じゃあ部屋に入るので、うん、感動したら大声で喜ぶようによいしょ。え、思ってた、落ち着いた、はい、どうですか。あら、ベッドがあって、ちょっとまだドアが開いてるので、はい、シャワー、トイレ、はい、ビジネスホテルレベルあるでしょう。テレビもあるし、これいい。時刻は22時4分、宿に着いて荷物を置いて一息ついたので、美味しい美味しい天津を食べに行ってきます。あー、せっかく来たのに閉まってる。目当ての店閉まってたんで、宿の近所帰ってきて別のもの食べようと思います。ワンタン麺は昼食べたしな。まあ適当に何軒か見て回りましょう。猫がいるので取りに来ました。あら可愛い、あら可愛い。マンゴーのお店を探してきたけど、それも見つからないのです。カンフー天津ね、いいなと思ったけど残念ながらおしまい。目当ての店大体閉まってたんで、元の場所帰ってきました。どうでしょうか、うん、ここ美味しそうだと思うんです。なんと昼に続いてまたワンタン麺でございます。エビワンタンすごい美味しい。昼間のと比べても遜色ない。うまい。美味しくないですか。まで待ってない。食べてないの。美味しいですよね。なんとか言いなさい。ちょっと待って。はい。すいません。すぐ隣甘味処なんで、はしごしようか検討中です。ちゃんすごいノリノリ。あ、これ思ってたのと違う。グッド。これ頼んだんですけど、ちょっと思ってたのと違うの来ました。ゆで卵入りなんだ。中国語の なんかね、甘さ控えめで、正直美味しいのかどうかまだよくわからないです。まずくはないです。終盤になったら美味しさが分かってきました。ごちそうさまでした。最終的にはすごく美味しかったと思う。東京だけじゃなくて沖縄とか九州本まで売ってる。水とビールを買って部屋に戻ってきました。これから飲んでおしゃべりして寝ます。おやすみなさい。